こんにちは。 Adobe Express を楽しく簡単に使いこなしていますか？今回はショート動画を作る際のコツについてお話をしていきたいと思います。 Adobe Express ベータ版の編集の画面です。今回は YouTube ショートを使っていきたいと思います。左側モバイル動画の下の検索ボックスにバースデーと入れて、テンプレートが出てきました。どれ使おうかな。これ使いましょう。ハッピーバースデーお誕生日おめでとう。これクリックすると編集画面に表示されます。一回再生ボタンをクリックします。はい、こんな感じ出てきますけれど、背景がね、白背景なのでちょっと背景色つけましょう。クリックします。で、背景色で、薄色つけようかな。こんな色つけましょうか。はい、で再生すると、はい、色がつきました。これ6秒しかないので、まあ、これ以外にね、ちょっとシーンを追加しようかなといった場合にはこのシーンを追加をクリックします。ただしこれ何もないシーンが追加されるんですね。ですんで、ここからまたねモバイル動画の検索からバースデーで、何かね、かわいいテンプレート、面白いテンプレート追加しようかなと思ってここをクリックしますよね。そうしますと、画面が出ます。新規プロジェクトを開始、またはページとして追加と出るんで、シーンを追加ではないんですよね。だからどうすればいいのかというと、これページをねもう1ページ作るということで、このページとして追加、ここをクリックします。そうしますとここにページが入ってきて、2ページ目、これ1ページ目になるんで、もうここはね必要ないので、ここはもう一回消しましょう。削除します。2ページ目に今追加したやつクリックしましょう。が出てきますね。はい、こんな感じで出てきますんで、ここでね、文字を入れ替えたりして、こうダブルクリックすればね文字を挿入できますんで、文字をね入れ替えたりして編集を行います。そして、作業が全部終わったらこれどうするかというと、ダウンロードします。そして全てのページをクリックしてダウンロードします。はい、ダウンロードができました。 ZIP 形式で保存されていますんで、これを開いて動画編集ソフトウェアを使ってね2つの動画を結合すれば完成です。 Adobe Express ベータ版では近日公開予定としてビデオをね結合するっていうのがあります。今やったようにね2つの動画を作って結合する場合にはこのビデオ結合を使えばできるんではないかなと思います。ただし現時点では、Adobe Express ベータ版では、ビデオを、ね、結合できないので、1回ダウンロードしてから別の動画ソフトウェアを使ってね2つの動画を結合すれば OK です。はい、ということで2つのテンプレートをシーンで結合するということができないんですよね。シーンを追加することができないので、1ページ目のテンプレート、2ページ目のテンプレート、それぞれをね編集した後まとめてダウンロードして別のね動画編集アプリを使ってそれを結合するということで1本の動画が出来上がります。Adobe Express ベータ版では近日公開予定としてビデオをね結合するっていうツールもできますんで、それがね使えるようになると簡単に結合することができるんではないかなと思っておりますんで、しばらくお待ちくださいませ。はい、ということで現在ね Adobe Express を無料でお使いの皆さん、そしてこれから Adobe Express を使ってみたいなと思っている皆さん、Adobe Express のすべての機能が利用できるプレミアムプランもご用意してますんで、プレミアムプランのご検討もよろしくお願い申し上げます。はい、ということで今回この件で失礼します。チャンネル登録、そしてよろしければメンバーシップへのご登録もよろしくお願い申し上げます。